G です。ゆっくりのマリサだぜ。皆さんは、豆戦車という生き物を知っていますか？そのくだり前回やっただろ。あら、前回は霊夢だったと思うけど。動画に出ていないからって知らないと思うなよ。それは失敬。ということで、このゲーム最小のイタリア豆戦車、タンケッテちゃんなのですが、このただでさえ隠蔽性能に優れるこの子に、惑星屈指の隠蔽アイテム、草を生やしまくるとどうなるのか、やってみようという企画です。配信とかで幾度となくやってきたとは思うが、こうやって動画でやるのは初めてだな。それじゃあ、メイクアップ。何ですかこの物体は。草を貼り付けた。草？いや、もう草に草が生えてますやん。これは戦車ではなく草です。草？草を生やすな。まあとりあえず、あのカモフラージュ用の草たちも、この豆戦車に貼ればこれくらい大きく感じるわけで。そうだな、カモフラージュとしてかなりの効果を発揮してくれそうだが。ということで、この草の化け物を実際のマップで確認してみよう。こいつの名前か、草の化け物って。そう、豆戦車に草を6個貼り付けた状態を指す。まあ確かに化け物だけども。それじゃあ行ってみよう。どうでしょう、この隠蔽性。うん、これはもう草だ。貼り付けれる草の種類にも限界があるので、フィールドによっては不自然に見えるかもしれないけど、それでも大半の自然マップで通用しそう。確かに。はい、少し移動しました。安定の擬態。ちょっと20ミリ砲を撃ってみよう。草が攻撃してくるバグですか？いえ、この惑星の仕様です。これで撃破されたら納得いかねえよ。それな。フィールドの草が不自然に動いてるようにしか見えない。次回はこの車両で陸戦 RB か SD で遊んでみようかな。これが実戦に投入されようものなら苦情殺到だろ。いやいや、合法なので、この車両の戦闘がどんな感じになるのか、気になる方はぜひ、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。500億年ぶりの露骨な宣伝。あと、この草の化け物が実戦にいたらどう思うかご意見お待ちしております。私だったら思わず二度見するか、そもそも気づかないぜ。私はリプレイで確認しに行くかな。ということで、草の化け物の実践編、気が向き次第制作予定。気が向いたらって。お楽しみに。